Many small and loosely coupled components connected only through APIs. We build it and run it. Is it a microservice? No. It's JAWS UG. はい。これからですね、はい、休憩時間に皆さん入っているかなと思いますが、その時間を借りまして、はい、前半の振り返りと、あとサテライト会場の紹介もしたいと思いますので、皆さん、お昼ご飯を食べながらでもいいので、ぜひ時間あれば聞いていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、でこのセッションでは、私、JAWS Days 2022実行委員長の笠原と、はい、動画担当の北川でお送りしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さてですね、参加申し込み者数が朝からさらに増えまして、お今2300人を超えました。ありがとうございます。まだまだご参加お待ちしております。はい、まだまだですね、午後からもセッションたくさんありますので、はい、まだ申し込まれてない方はですね、はい、ぜひ申し込んで何も書いてないかもしれないけど、はい、お願いします。視聴していただけると助かります。はいはい、でですね、先ほどありました福川さんの講演です。はい、Amazon のカルチャーをですね、この日本に来てですね、おっしゃっていただきましたけども、はい、お客様をまず第一に考えて、でイノベーションを生み出すためにですね、若い失敗も繰り返しながらやるという形でしたけれども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。すごい参考にできるところもたくさんあったセッションかなと思います。はい、はい、今後のですね、やっぱりこうコロナ禍の、状況からですね、さらにこう、各支部の運営ですとか勉強会とかですね、いろんなことをですね、このジフさんのこのセッションをもとにですね、うまくイノベーションを起こしながら運営とかですね、勉強学習などなどをですね、いろいろ繰り返していきたいなというふうにも思いますし、皆さんもぜひ、参考にしていただきたいなというふうに思います。はい、そしてですね、亀田さんが最初の、基調講演の枠でのお話もやっていただきました。はい、ラムダについてですね、どうやって動かしているのかとかですね、あとは、学習の方法ですね。そうですね、はい、学びの方程式っていうことをおっしゃってたんですけど、あれすごいいいスライドでしたね。はい、ですね、皆さんもぜひですね、この内容をもとにしてですね、はい、参考にしていただければなというふうに思います。はい、はい、でですね、ハンズオンも、午前中はこの S3でウェブサイトを公開してリソースポリシーでアクセス制御をしてみようが開催されておりました。はい、はい、ハンズオンのですね、メンバーもですね、目黒の、一室を借りて配信をしておりましたけれども、だいぶ盛り上がっていたようですね。そうですね、ツイッターでも結構上がってたので、すごい好評だったみたいですね。はい、午後から今ですね、まだハンズオン2つございますので、はい、申し込んでない方はですね、ハンズオンは別の申し込みのページがございますので、そこからですね、Zoom の、URL をですね、もらってアクセスしてハンズオンをぜひ受講してみてください。はい、ぜひぜひたくさんのご参加お待ちしております。はい、はい、ではですね、サテライト会場の紹介をしていきたいと思います。はい、全部で、全国14カ所プラス、バーチャルサテライト会場1箇所の15箇所がございますので、はいはい、順番に紹介していきたいと思います。サクサクいきましょう。はい、ではまず最初にですね、札幌の会場になります。はい、今回ですね、NEC ソリューションイノベーターさんからですね、会場を提供いただきまして、ありがとうございます。開催をしております。はい、定員は100名で3トラックが、同時に配信をしております。 ABC のタッグ配信されているようですね。はい、で懇親会も予定されているので、
参加される方はぜひですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、札幌、やはりですね、大通公園やすすきのですね、おすすめかなと思います。各種イベント、大通公園、開催しておりますし、すすきの、今日の懇親会もすすきのにあるお店だそうなので、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。美味しいご飯たくさんありますもんね、はい、札幌。そうですね。ぜひ行ってみたいなと思います。はい。で、美味しいご飯もですね、いただいております。はい。はい、スープカレーとかですね。あとはこのラーメンもですね。そうですよね。あとジンギスカンも美味しいですもんね。ジンギスカンも美味しいですし。お腹空いてきました。はい。でこのね、ビールを飲みながらですね、こう食べるというのもいいなと思いますので、はい、はい、ぜひ美味しいグルメも札幌会場の皆さん堪能していただきたいと思います。札幌会場ではですね、キーパーソンとして挙げていただいたのは、HTB を挙げた三浦さんということで、はい、はい、今回三浦さんも、札幌会場の方にスタッフとしておりますし、登壇も午後から予定されておりますので、はい、この三浦さんのセッションもぜひお楽しみください。はい、で会場の方でも、ね、いますので、ぜひ三浦さんにお声掛けいただけるといいんじゃないかなと思います。そうですね、オフラインならではの会話も楽しんでいきたいなと思います。はい。はい、で、札幌会場は、寒くても札幌は暖かいというところで、はい。いただきました、はい、コロナ禍でもですね、やっぱり継続することが大事だなというところで、今も、各州で黙々会を札幌、上手に札幌をやっております。6月から3ヶ月ごとにオフラインも勉強会も再開しております。次回12月開催予定ですので、ぜひ参加ください。この目黒の会場だんだん冷えてきたんですけども、どうぞ皆さん温まっていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、入っていきましょう。はい、続いてはですね、仙台の会場です。はい、はい、仙台の会場は、C データソフトウェアジャパンさんの、オフィスをお借りして開催しております。ありがとうございます。定員は15名で、懇親会も開催予定となっております。はい、仙台の方ですけども、やはりちょっと遠方の方になりますけど、まあ、松島とかですね、仙台の奥座敷といわれる和久温泉、この辺りでゆっくりできるのがやはりいいのかなと思います。はい、あとは七夕祭りもですね、仙台ありますので、はい、この綺麗なこのイベントですとか風景なんかも楽しめるんじゃないかなと思います。行ったことないで行きたいんですよね、仙台。なかなか行く機会なくて。そうですね、温泉行きたいですね。行きたいですね。今からいい季節になってまいります。はい、いい季節になってきますね。はい、牡蠣も美味しいですからね。あ、いいですね。はい、ね、牛タンもやっぱり美味しいですし、確かに牡蠣温泉ですね、このおはぎが有名だそうなので、結構すぐ、おはぎが売り切れてしまう。あ、そのレベルなんですね。で、はい、この辺もぜひお勧めしたいと思います。はい、他にも公式ブログの方にはですね、和スイーツとかですね、いろいろ美味しいメニューも出ておりますので、チェックしてみてください。はい、で東北のキーパーソンというところで、たくさんですね。はい、今回の運営メンバー6名挙げていただきました。はいはい、この中には AWS アンバサダーの方も2名いらっしゃいます。はい、立花さん、我々さんですね。はい、はい、ぜひですね、このスタッフにもですね、AWS 困ったことがあればぜひ質問などもしてみていただいて、交流を深めていただければと思います。はい、はい、上手 UG 東北はですね、東北各地からこう集まって学べるというところで、はい、まあ開催場所を仙台でやっておりますけれども、今回の運営メンバーは山形や福島、はい、青森からも集まってきております。参加者もですね、東北各地から来ておりますので、はい、その中から集まってですね、コミュニケーションを取って交流を深められるのが東北のいいところではないかなと思います。ぜひ、はい、東北の会場にもお越しください。はい、
ましょう。続いて、新潟会場です。来ました、新潟。はい、私の地元の会場でございます。はい、会場はですね、街中キャンパス長岡というところです。はい、長岡市にございます。で、定員は20名で、懇親会、あとは LT も一応予定はしております。LT は、この本編の終わった後に開催予定になってます。はい。で、ですね、場所の長岡市ですけども、日本三大花火大会の長岡祭りの大花火大会が行われる場所で、今年は久々に開催されたというところで、全長が約2キロにも及ぶ左側の超ホワイトスターマインフェニックスと呼ばれるものと、あとはですね、右側に小三尺玉で上げられる一発でですね、何メートル600メートルぐらいかな、結構巨大な花火が一発ポンと上がったりします。そんな名前なんですね。はい、小三尺玉。はい、はいはい、ですね。新潟といえばですね、まあ、美味しいお酒、はい、美味しい食事あります。お米美味しいですからね。はい、お酒はやっぱり、ですね、この右上のところにあるポンシカンでよくご存知で、ありがとうございます。一切打ち合わせしないです。はい、名前よくご存知のポンシカンでですね、はい、500円でチョコ5杯分のお酒を試飲できるというところがありますので、はい、ぜひ、飲んでみていただきたいなと思いますし、長岡ですと、うんうん、生姜醤油ラーメンですとか、うんうん、あとは洋風カツ丼という、これはカツ丼なんですね。そうなんですね。ご飯の上にとんかつが乗ってデミグラスソースがかかっているという、美味しそう、メニューがですね、会場からも歩いて、すぐのところのレストランのところにも置いてありますので、はい、ぜひ、ご賞味いただければと思います。はい、新潟のキーパーソンですけども3人出しましたというところで、まず新潟の笠原さんが私に言ったんですけども、はい、だから自分を自分で紹介するのが難しいんですけども、はい、笠原さんと、はい、あと長岡の岡本さんと上越の植木さん3名挙げさせていただきました。はい、はい、まあ、私が AWS を始めたのはこう長岡の岡本さんのおかげです。おお、はい、上津友人新潟支部立ち上げたも上越の植木さんのおかげというところで、本当にキーパーソンですね、皆さん、はい、その縁によって成り立っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、上津友人新潟ですね、はい、ゆったりできる雰囲気が一番かなと思います。いいですね。はい、毎週木曜日プチキャッチアップというのをやって少しずつ学べます。定期勉強会でがっつり学ぶこともできますので、はい、はい、でお酒も飲みたい人は飲めるし、飲みたいですね、はい、飲まずに勉強したい人も全然 OK だ、はい、はい、ご自由にできる雰囲気がいいかなと思います、はい、ゆったりしすぎて時間間に合うすごい不安になってきました。そうですね、はい、はいはい、続いてですね、はい、金沢の会場です。はい、金沢ですね、 IT ビジネスクラウド武蔵の中のサロンのスペースで、ほうほうほう、はい、これはフリースペースなんですね。はい、で、自由に出入りが可能なので、はい、店員は特に設けていないということなので、はい、まあ、申し込みはしていただければと思いますが、ぜひ金沢近くであれば足を運んでいっていただきたいと思います。はい、で金沢はですね、やっぱり観光名所がたくさんあります。そうですね、はい、まあ、この中にも兼六園とかですね、はいはいはい、あとは金沢駅前の方にある筒にもですね、うんうんうん、他にもですね、茶屋街とかいろいろな観光名所が金沢市内にあります。美術館とかも有名ですもんね。そうですね、はい、はい、で美味しいお食事もですねあります。美味しい、はい、日本海の寿司や魚、最高ですね、はい、やっぱり金沢は美味しい回転寿司屋さんがいっぱいあるので、はい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 、私も大好きで、はい、回転寿司屋は行きたいと何回よりおります。あとはやっぱり金沢カレーですね。うーん、初めて知りました。はい、これ野菜がたっぷり持ってますけど、はいはい、まあ、ゴーゴーカレーとか、はい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 、カレーのチャンピオンとかもありますけどもね、はい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 、まあ、金沢行くとやはりキャベツがたっぷり持ったこのカレーが
とても美味しく食べるのかなというふうに思います。はい。で、神奈川のキーパーさん5名です。はい。で、相葉さん、松田さん、加藤さん、高木さん、尾崎さんですね。はい。はい、で、この中で、相葉さん、加藤さん、高木さんは確か、会場の方に今回はいらっしゃると思いますので、はい、ありがとうございます。ぜひですね、お声掛けいただいて交流を深めていただきたいなと思います。はい。はい。で、上手UG金沢ですね、ゆるく自由に回数を置くというところで、毎月定期的に金沢勉強会やってますので、はいはい、非常に自由な雰囲気でやれるのが金沢の強みかなと思います。はい。で、行った後の懇親会も非常に楽しい金沢の会場からですね、こういうメッセージ届いておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい。よいしょ。はい。5つ目は浜松会場です。はい。はい、会場の総という、会場ですが、9月にプレイオープンしたばかりで、正式オープンは12月ですね。なので、できたばっかりの会場にやってます。はい。はい、今回特別にですね、使わせていただいているというところで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、定員は20名です。はい。で、懇親会も今検討しております。はい。で、ソウさんですね、こちらの会場の方がですね、運営している、ディクシーさんからお話をいただいて、今回サテライト会場を設営しているということだそうです。はい。もともと地下にあってクラブハウスがあったみたいですけど、コロナ禍で閉店になったところを改装して今準備中というところで、はい、でシェアオフィスやコワーキングスペースとかもこの会場の上の階にあるというところなので、はい、こちら結構イベントも活発化しているので浜松の今後の勉強会の中心の会場になるのではないかなと期待されております。はい。で、浜松の会場ですね。最高ですね。うなぎや餃子、美味しそうなあのメニューが出ております。はい、たまないですね、はい。浜松城もありますし、楽器博物館っていうのも浜松にあるそうなので、楽器好きに本当にたまらないかなと思います。はい、で、爽やかっていうレストランのハンバーグも最高で。美味しいですよね。はい、これトップページ、ホームページのところにムービーがありますけど、これが本当に美味しそうなハンバーグの映像が流れるので、はい、で最近はクラフトビールやウイスキーなんかも盛んだそうです。最高ですね。餃子と、はい、あれですね、ハイボールとかビールとか、ね、最高ですね。はい、はい、浜松のキーパーソンですけども、松井さん、小木さんから一押しとされている斉藤さんがキーパーソンの一人として挙げさせていただきました。はい、はい、毎回勉強会ですね、積極的にアウトプットされておりますので、はい、会場にも、いると思いますので、はい、ぜひ交流を深めていただきたいなと思います。浜松会場、すごいさっきオフィスの方で見たら一番交流されてる感覚ありましたね。うん、すごいいい会場さんだなと思いました。うん、はい、で、浜松の会場ですね、やらまいかというところで、はい、これはとりあえずやってみようの意味だそうです。はい、はい、参加者の皆さんもやってみた系のアウトプットが多めに素敵ですね。で、はい、ウェブ系や IoT 系の面白いことを掛け合わせてやっているので、うんうん、ぜひ参加してみてください。はい。で、続いてですね、名古屋会場です。はい。はい、名古屋会場は、トレノケイトさんの名古屋ラーニングセンターをお借りして、行っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、定員は30名です。はい。はい、で、懇親会も予定をしております。はい、で、金の社長庫の名古屋城ですとか、はい、テレビと名古屋会場に近いので、はい、ぜひぜひこの観光もしながらですね、楽しんでいきたいなと思います。はい、他にもですね、この三種の神器の草薙の剣が祀られている熱田神宮ですね。その近く、熱田神宮の近くにひつまぶしという蓬莱があるそうなので、ひつまぶしも食べてみたいなと、はい。名古屋は他にもいっぱいグルメな
ものもありますので。そうですね。味噌系が有名だったりしますもんね、名古屋高専は。はい。ぜひぜひ美味しいものを食べながら勉強会に参加していただきたいなと思います。はい。はい、他にもですね、懇親会で、名古屋の懇親会でよく行くのがこの楽楽さんという居酒屋さんの大きなプリンがあるそうなので、はい、メッセージもつけられると。どれぐらい大きいんですかね。なんかどれぐらい大きいの、あ、バケツサイズぐらい、うん、結構でかいらしいので、こんなプリンも懇親会で出てくるというのが多いので、はいはい、今回はどこなのかな、ちょっとわかんないですけども、はい、ぜひご参加ください。はい、で名古屋のキーパーソンですね。今回名古屋のメンバー総勢12名いますけども、はい、まあ、メンバーなら名古屋AWS には詳しいので、うんうん、はい、ぜひこのメンバーにお声掛けいただいてコミュニケーションを取っていただけるとありがたいです。はい、はい、で名古屋はですね、毎月開催でスタッフも充実をしているというところで、いろんなバックグラウンドを持った人が集まってるそうなので、はい、質問もしやすいかなと思います、はい、周辺の地域からも参加者結構多いので。確かにそうですね、はい、次回の10月26日ありますので、ぜひご参加ください。はい、で続きまして、はい、京都会場です。関西行きましたね。はい、会場はですね、はい、フェンリルさんの京都支社というところで、こちらも会場を借りして開催しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、2つの部屋を使って、トラックを2つ配信しているというところです。はい、で大阪に行きにくいなという方ですね、阪急の沿線の人はですね、結構京都会場来やすい場所なので、よかったらぜひ、京都の会場も参加してみてください。はい、はい、懇親会も、ハブ市場からすまで今予定をされていると。上手に大好きハブですね。はい、はい、京都会場ですね。はい、はい、会場がある祇園といえばですね、祇園祭りがありますけど、いいですね。はい、釘を1本も使わずにこう縄でですね、こう固定してこう組み立てると。はい、はい、すごいですね、これ。そうですよね、結構高い、はい、高さもありますしね。そうですね、はい、はい、結構パパッとこう組み立ててしまうそうなので、うんうんうん、はい、すごいですね、この出汁がこう動いてき、たりしますからね、すごい迫力があります。はい、で10月はですね、なんかハモが油が乗ってて最も美味しい。まあ、ハモは夏のイメージ私も持ってたんですけども、うんうんうん、10月はですね、油が乗ってるそうなので、はい、今の時期もなかなか量は少ないみたいなんですけども、うん、油が乗っててとても美味しいそうなので、はい、で会場近くの料理屋でもランチでこれ食べられるそうで、いいですね、結構この分厚さで1500円で食べられるハモ、破格だと思いますので、はいはい、今食べてるかもしれませんけれども、はい、京都行ったらぜひハモもご賞味ください。ご賞味いただければと思います。はい、はい、で京都のキーパーソンですね。京都は今大きな企業がいっぱいありますけども、ね、積極的に AWS を活用している会社の方を、押していただきました。はい、で IoT 京都さんですね。はい、はい、京都さんですね。はい、であとはハカルシさん、はい、フェンリルさん、はい、LINE さん、あとハテナさん。はい、代表的な企業を挙げさせていただきましたけど、やっぱり企業間のコミュニティが結構強いと、うんうん、大事にされているのが京都の、ユーザーグループの特徴かなと思います。はい、で JOZUG 京都はですね、この企業間のコミュニティを形成して、うんうん、カルチャーを伝えるというのが大事にしています。はい、今のジェフさんの話にも伝わりそうですね。そうですね、はいはい、運営メンバーも大募集中ですので、ぜひぜひ、はい、名乗り上げていただきたいなと思います。はい、半分です。半分です。はい、行きましょう。あと、はい、時間がやばいです。15分ぐらいかな。はい、はいはい、で、続いて大阪会場です。はい、はい、今回は Amazon Japan の大阪オフィスさんを今回お借りして使わせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、定員は100名で4トラック配信をしておりますので、半分以外はもう大阪会場行けば全トラック
の配信が見れますと、はいはい、で懇親会も、LT もですね、うんうんうん、この同じ会場の中で開催を予定しております。盛り上がりそうですね、はい、でジョーズ UG の呼び名といえば AWS ハブ、で AWS ハブといえばこのハブフェスティバル店ということで、はい、会場のすぐ近くにある中之島のフェスティバルプラザ店というところが、AWS ハブの聖地というところで、はい、結構 AWS のこのジョーズ UG の飲み会として、はい、このハブこのお店が使われております、ね、そうですね、ちょっと学生時代の私が出てきてちょっと今びっくりしておりますが、はい、ありましたね、そうですね、はい、いらっしゃいますね、はいはい、ですね、ジョーズデイズとかですと、昔はあのバスツアーとかで、うんうんうん、大阪名古屋からそうですね、みんなでバスで向かうというのがありましたけれども、はい、でそこの集合場所としてこのエダブスハーブが使われているということだそうです。結構歴史が古く、そうですね、みんな大好き、開催されておりますね、はい、はい、で大阪のおすすめの食事というか、あ、いいですね、はい、メンバーの山下さんのおすすめの美味しい食事を挙げていただきましたすごい店舗名が出てて、はい、店舗の名前も、はい、出ております。はい、お好み焼き串カツ、はい、あとはこのおでん、たこ焼きおでんですね、美味しそう、はい、たこ焼きもこれは出汁で食べる、ああいいですね、はい、だそうですね、温まりますね、はい、ぜひちょっと会場から遠いみたいなんですけども、ぜひ食べていただきたいなと思います。はい、はい、で大阪 の、 このキーパーソンですね、関西運営メンバーというところで今朝この写真を撮っていただいて送っていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あれですね、亀田さんの AWS クイズ大盛り上がりだったらしいですねそうですね、はい、よかったよかった、はい、でこう2人いますけれども、2人はですね、はい、あの欠席ではないので、ちゃんと、ね、はい、いますので、はいはい、ぜひこのメンバーにお声掛けください、お声掛けください、はい、で上水寺大阪関西ですね、はいはい、どこよりもやっぱり先陣を切って進んでいくのが特徴というところで、はい、まあ、真面目な話も楽しくやっているというところですね。でみんなで気軽に AWS を楽しんでいくのがやはり魅力なのかなと思いますので、はいはい、初心者の方もですね、ぜひぜひご参加ください、はい、ぜひぜひご参加して一緒にコミュニケーションを取りながらやっていただきたいと思います、はいはい、さあ続いて島根の会場です。はい、中国戦入りました、はい、会場は松江オープンソースラボ、これで 松江駅前にある場所ですね、はいはい、結構オープンソース界隈の勉強会なども盛んに行っている会場です、うんうんうん、はい、で定員は25名で、はい、懇親会は有志を募って、開催する可能性がありますので、はい、ぜひ開催して楽しんでいただきたいなと思います、はい、で島根の会場の方ではですね、やはり国宝の松江城ですとか、あと出雲大社もありますからね。そうですね、島根といえばですね。ですね、はいはい、松江城もちょっと行ってみたいなという、はいはい、綺麗な城ですので、はい、ぜひこう見ていきたいなと思います、はい、で美味しいものとしてやはりこのカニ、サニー名物の松葉ガニですね、はい、でまだちょっとシーズンは、うん、松葉ガニは先なので、はい、今ならベニズワイガニがおすすめそうなんで、はい、でカニ小屋というものもあってキャッシュオンでカニを何杯か選んで焼いて食べられるような場所もあるそうなので、はい、こちらもぜひご賞味いただきたいなと思います。カキじゃなくてカニなんですね。カニなんですね。最高ですね、はい、で島根のキーパーソンはですね、この吉岡さんを挙げさせていただきました。はい、ルビーだったりコンテナだったり、はい、島根のハンズオンの温度を取ってもらったりしております、うん、はい、ぜひ吉岡さんも会場にいらっしゃると思いますので、ぜひお声掛けいただきたいと思います、はいはい、で上水寺島根は少人数で目が届きやすいというのが特徴です、うん、はい、ハンズオンやセミナーで意見交換や技術サポート
しやすいというのが特徴になっております。はい。今月の22日に、ステップファンクションズのハンズオン勉強会を予定されておりますので、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、お待ちあります。はい、では続いて、広島会場です。はい。会場はですね、ワービッシュ合同会社というところで、はい、運営メンバーの水戸さんの会社になっています。はい。はい、定員15名ですね。はい。で、懇親会は今のところ予定はしてないそうですが、まあ希望者が多ければこの宮城屋行きましょう。あ、いいですね。ということです。はい。で、広島といえばですね、日本酒と魚。はい、ですね。このご飯さんですと、なんかお魚がワゴンに乗って運ばれてくるので、はいはいはい、お魚選んで、はい、焼いたり、煮たりして食べることができるというお店だそうです。お腹すいてきました。はい、でトラウさんは、広島駅の中にある立ち飲み屋さんですね。うん、広島駅内、はい。串カツをこう食べられたり、はい、あとは、山口県産のお酒もたくさんあるみたいな感じで、なるほど、はい、立ち飲みもできるというところだそうです、はい。で、やっぱり広島のお好み焼きは外せないかなと。いいですね。はい。麺の上にですね、卵とかキャベツとかも大量に乗って、はい、食べる、このお好み焼き。私まだ食べたことないんですけどね。あ、そうなんですよね。はい。はいはいはい、食べてみたいなと。ぜひトラディショナルなお好み焼きで最初は行っていただけたらなと、はい、思います。で、広島のキーパーソンですね。はい。はい、で、例えば丸本さん。はい。サーバーレスといえば水戸さん。2人を挙げさせていただきました。はい。はい。ぜひですね、会場でですね、コミュニケーションを取っていただきたいなと思います。はい。はい、で、広島は、みんながお酒大好きというところなので、急に思考が変わってきましたね、はい、勉強会でお酒飲みながら、はい、ですね、あるそうなので、はいはい、企業づくりの方が多いので、実はまあ平日夕方に開催をするのがメインでしたけれども、はい、今後は土日開催も検討しているそうなので、はい、次回10月開催予定ですので、今月ですね、はい、広島の方も参加していただきたいと思います。はい、はい、四国入りました。四国入りました。愛媛の会場です。はい。はい、会場は松屋マンスペースという、ところですね。はい。愛媛のところに、松山市内の駅から近い、はい、ところにあったかなと思います。はい。はい、定員20名です。で、懇親会も予定しています。はい。で、愛媛は、ですね、日本三大平山城、うん、津山城、はいはい、会場の近くにありますね、はい、で今あとは日本最古の温泉道後温泉あります。あ、いいですね、まあ、外観が改装中らしいので。あ、そうなんですね、はい、この見た目は今は見られないかもしれない。見た目は今隠れてるみたいですけども、はいはい、数年後また見れるようになるかなと思いますので、はい、ぜひ温泉も使ってですね、楽しんでいただきたいと思います。はい、あとはこの瀬戸内で採れた魚介類、最高ですね。鯛めし、これ宇和島の形式の刺身が乗った鯛めしかなと思いますし、真ん中のじゃこ天も酒のつまみにいいなと思いますしね、はい、だんだん私高さんが酒飲みで呼ばれていくって感じですけど、はい、そうですね、はい、はい、で四国のキーパーソンですね、はい、クラウドのお遍路の運営メンバーですね、挙げさせていただきました、はい、2014年からも毎年開催をして、はい、運営持ち回りで行いました、はいはい、で来月、確かクラウドお遍路ありますので、じゃあもう要チェックですね、はい、ご参加ください。で、養成寺愛媛は緩い開催と懇親会のホスピタリティが、とてもいいなと思います。四国はご飯が美味しい、はい、で四国クラウド遍路11月12日土曜日開催と、はい、大事になってあります、はい、こちらの方から今もう申し込みできるかなと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ申し込んでみてください、はい、はい、では福岡会場です。はい、九州です、はい、会場はジーズアカデミー福岡さんですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、で定員は20名で懇親会もしております。はい、はい、
美味しいものがやはり福岡も多いですね。はい。ハブの福岡の大名店さん。はい。あの元祖生ヶ浜屋の豚骨ラーメン。飲んだ後のラーメン最高です。最高ですね。はい。はい、あとはこうもつ鍋とか焼き鳥ですね。焼き鳥もですね、これこのなんかキャベツだれをかけてキャベツを食べるっていうのもあるみたいで、はい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 、このキャベツだれ作ったのも、この信秀さんですね、はい、この焼き鳥さんですね。あ、いいですね。はい、懇親会でもこう使っているというところですね。はい、でこの信秀さんのキャベツだれアマゾンでも購入可能だそうなのでぜひお試しください、はい、皆さんお試しください、はい、めちゃくちゃうまいですね、これ。そうですね。はい、で福岡のキーパーソンですけども、はい、こちらの運営メンバーの3名と、あとは清家さんも運営メンバーではないんですけども、あの AWS の知見も豊富で、今回も午前中に発表なさっておりますので、はい、ありがとうございました、はい、ぜひですね、このメンバーにお声掛けをいただきたいなと思います。はい、はい、で上水寺福岡は乾杯から始まる勉強会が最高ですね。そういうところで毎回勉強会の開始に乾杯から始まるのが特徴なので、はい、はい、飲んべいには最高の勉強会ではないかなと思います。美味しい、はい、食事も美味しいですので、はい、福岡にぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ続いて久留米です。はい、久留米の会場はめくるとさんだそうです。で会場はですね、久留米駅からも近いというところなんですが、はい、会場の外観がカレー屋さんの上りとかがいろいろ立っているそうなので、はい、入って2階にあるとカレー屋さんがあるそうで、はい、でその、通路の奥に会場が広がっているという場所だそうです。カレー屋と思っても大丈夫です。合ってます。合ってます。はい、はい、で懇親会も開催予定でこの会場の中で行います。はい、でこの会場横のカレー屋さん、ナッツココさんのカレー、美味しそうですね。お昼、うん、食べてるんじゃないかなと思います。はい、美味しそうなカレーですね。はい、久留米会場の周辺のスポットですけども、はいはい、屋台のミニチュア、うんうん、ミニチュアですね。からくり時計とか大きなタイヤがありますね、はい、なんか豚骨ラーメンの発祥の地、ああ、なるほどなるほど、はい、こちらの久留米駅からも、はい、すぐ、あるところですね。ぜひ行ってみてください。はい、久留米のキーパーソンですけども、はい、こちら内村さんと杉山さんです、はい、運営メンバーで今回久留米の会場におります、はい、で上水寺久留米今新支部設立準備中ということで、今カッコ仮というふうにさせていただいておりますけども、はい、学生や若手に来てほしいということですので、はい、メンバーも募集しております。はい、新しい方にたくさん来てほしいと、久留米会場です、はい。はい。今日のハッシュタグからぜひ出てくれたら嬉しいなと思います。はい、見てみてください。はい。はい。で、大分会場です。はい。はい。会場はアサイドという名前だそうですね。はい。はい、神奈川温泉の中に、はい、温泉街の中にある会場だそうです。はい、はい、はい。いいですね。はい。定員が10名です。はい。というところですね。はい。その神奈川温泉の周辺の、あの模様がですね、公式ブログの方にも載っております。はい、猫も可愛いですし、ね、可愛いですね。はい、道路からですね、こう湯気も立ち上るような温泉街って感じですね。温泉街の中にある会場です。はい、はい、この神奈川西っていうのも、はい、結構サウナしてる。おー、はい、いいですね。薬草が周りにあるサウナみたいな感じで、はい、そうです。で神奈川名物地獄蒸しというところで、はいはい、こういう野菜とかをですね、はい、温泉の蒸気で蒸して食べるというものだそうです。エビ美味しそうですね。はい、神奈川温泉の入り口からすぐ近くにあるそうなので、はい、ぜひ、食べていただきたいと思います、はい、で大分のキーパーソンはAWS のお父さんこと平野さんを挙げさせていただきました。はい、はい、AWS のことならですね、もう一通り
もう分かるような平野さんですので、はい、ぜひお声掛けていただきたいなと思います。はい、で大分ですね、初心者に優しい会場です。ありがたい。はい、他県からもウェルカムなのでぜひ来てみてください。はい、はい、お願いいたします。で残り時間少なくなってきましたが、バーチャルサテライト会場もあります。はい、はいはい、よろしかったらぜひサテライト会場にお越しください。はい、で各会場の詳細公式ブログに掲載中です。急に参ってきました。はい、はい、よろしくお願いいたしま す。ということで後半もお楽しみに。はい、以上となります。ありがとうございます。